おはようございます。車の話題でございます。いつもご視聴ありがとうございます。本日もですね、セブンイレブンさんのこのレギュラーコーヒー買ってきてきました。はい、今日もですね、ラブ4、今私ラブ4乗ってますけれども、ラブ4でですね、今日もですね、いろいろ検証してみたいと思いますが、今日の検証は何かというとですね、まあ、前回はですね、運転支援装置のね、関連についての動画を上げましたけどもね、今回はですね、このラブ4がですね、こう EV 走行してる時の、この速度と EV 走行の関係についてですね、動画で、まあ、メーターをちょっと動画撮りながらですね、一体何キロになっちゃうと EV が切れちゃって、まあ、何キロまで EV で走れるかっていうのをですね、まあ、下道と高速道路で検証してみたいと思います。はい、で今日はね、あいにくのね、天気なんですけど、まだね、雨の方はね、一旦止んでるみたいですね。すいません。今日はですね、12月15日の金曜日となっておりますね。はい、それではね、まず下道の方からですね、まあ、検証を行いたいと思います。下道を行って、次に高速道路での検証。果たしてですね、EV モードがね、切れるのが時速何キロになってからかっていうのをね、ご覧になっていただきたいと思います。ただですね、ちょっとね、動画のね、メーターの動画撮るときにですね、カメラがちょっとね、位置決めが難しくてですね、この横のこの鏡、ガラス、ここですね、窓のところにこれ設置してるので、ちょっとこのね、メーターの位置がよく見えない可能性があるんですけども、まあ、そこはですね、まあ、そこをこのズームしながらですね、まあ、どんな感じで走るのかっていうのをね、まあ、なんとか皆さんにご覧いただけるように努力したいと思いますので、本日もですね、最後まで動画のご視聴の方よろしくお願いいたします。それではセブンイレブンのコーヒーをね、いただきたいと思います。はい、オープニングでもね、ご説明したけども、しましたけどもね、この、左側の方にですね、こちらのですね、EV モードとかパワーとか、どんな感じの力の配分かっていうね、インジケーターがこのインパネルの左側のこちらの部分で、表示されてるんですけどもね、EV 走行してるとき、ちょっとね、これでも見にくいんですけれども、EV 走行してるときには、ここにね、EV というマークがね、つくようになってるんですよね。まあ、窓ガラスの方につけたカメラなのでね、ちょっと遠目なんですけども、そこはなんとかズームしながらやりたいと思います。まあ、あとなんとかですね、どういう、何キロぐらいで EV が切れるのかっていうのもね、ギリギリその窓につけたね、GoPro の方でもなんとか見えていますのでね、まあそちらの方も後で動画の方これ、ズームして見せていただきたいと思います。こんな感じなんですよね。実際こんな感じの位置でこう、走行中撮影がされるので、まあね、ちょっと見づらいとは思うんですけれども、まあなんとかね、これがついてるときには、これ EV 走行してるときですよ、という感じですね。あと、まあ、こちら、何キロで走ってるかっていうのは、こちらでわかりますのでですね。はい。なんとか皆さんにはご覧いただけると思います。はい、それではね、動画の方、こんな感じで、進めていきたいと思います。はい。それではですね、間もなく、国道6号線に入ります。国道6号線に入りますので、ここからですね、EV 走行時速何キロぐらいで切れるのかっていうね、検証を行いたいと思います。それでですね、走行モードはまあ下道なのでエコモードを使っていきたいと思います。それでまあEV 走行を意識した運転をさせていただきたいと思います。ちょっとね、メーターのね、画面が見づらいのはちょっとご容赦いただければと思いますので、よろしくお願いします。今ですね、国道6号線、今我孫子市内ですけれども、今は EV 走行時速が40キロということですね。ちょっと車がね、渋滞気味ですけれども、今時速50キロになりましたけれども、まだね、 EV 走行をキープしております。はい、一回ね、ちょっと速度落としてアクセルを踏み込んだので、今 EV 走行が切れてる状態ですね。はい、時速は約50キロということになってます。
EV 走行を意識した運転ですので、アクセルのですね、踏み方によって EV 走行を切り替えることができますので、今ちょっとね速度を落として今 EV 走行を入れたとこですね。はい、今巡航速度が55キロになりました。モードの方は EV モードで走行しております。以前乗っていたですね、シエンタの時はだいたいね40キロ時速40キロぐらい、45キロぐらい超えるともう EV がね切れてエンジン走行になってしまうんですけどもね、ラブ4の場合はね60キロぐらいになってもねまだ EV キープしてるんですよね。やっぱりこのパワートレインの違いなのか、このハイブリッドシステムの違いなのかですね、 EV 走行で走れる速度のね、上限っていうのが上がってるような気がします。はい、今ねちょっと坂道でアクセル踏み込んでるので今 EV 走行は切れた状態ですね。時速が48キロということです。はい、再びちょっとアクセリングでですね EV 走行を切り替えました。でバッテリーの残量はですね、今日はね、そんなに燃費計測云々ということではなくてですね、バッテリー残量をこうね上げなきゃいけないので、今のバッテリー残量がメモリが10のうち4というところ、3ですかね、今充電が必要な状態にはなっておりますね。時速今48キロで EV 走行キープということですね。バッテリー残量メモリーが3ということになってます。はい、徐々に今坂道ですけどスピードを上げて今50キロまで上げましたが、今 EV 走行切れましたね。一般道ではどうも50キロ前後が EV 走行の限界かなっていう気がしますね。まあ道路のコンディションにもよりますけどもね、上り坂が何かあったりするとやっぱりね、アクセル踏み込む関係上ね EV 走行が切れてしまうという感じですね。今日12月15日金曜日で今これ下り車線なんですけどね、もうちょっと車の量少ないかなと思ったんですけど結構ね車の量が多めですね。今ね利根川大橋を渡るんですけども、まあ、そのために道路がね上り坂になってますね。そのためにちょっとねアクセル踏み込まなきゃいけないんですけれども、まあ、前のトラックがね結構ゆっくりめに走っていただいているので、今のところね時速51キロですが EV 走行キープしてますね。時速がね53キロ超えた時点で EV が切れました。
急発進とかがなければですね、EV モードはずっと継続できる感じですので、まあ急発進通常しないようにした方がいいでしょうね。まあこれ当然ですけれども、はい、これからね、利根川を渡って茨城県に入るところでございます。坂が終わったのでずっと平坦な道が続いてます。で今ね時速が53キロあたり52キロあたりなんですけどもね、 EV 走行をずっとキープしてますね。はい、徐々にちょっとスピードを上げていきたいと思います。はい、ちょっとね少し踏み込んだら EV が切れてしまいました。まあ、電池の方がね残量が3ということもあるので、EV がそういった意味で容量がないので切れちゃうということも十分考えられます。ちょっとね充電もしていきつつ調整、バッテリーの量も調整したいと思います。あ、今ね利根川大橋、ちょうど利根川の上をですね時速50キロ EV 走行してますね。まあ、ラブ4は時速50キロであればですね、道が平坦であれば EV 走行ができるということですね。はい、おそらくね今 EV 切れちゃったんですけど、やっぱりちょっとバッテリーの残量がないためにね EV が切れてしまっているようですね。はい、ちょっと充電するためにね少しこのままエンジンを回しましょう。これもねアクセリングの調整で十分可能でございます。はい、今ね前のトラックが少し速度を落としたためにアクセルをね緩めたところ EV 走行に切り替わりまして、今時速が51キロというとこですね。まあ安定的に時速50キロまでであればですね、道がこの上り坂でない限りは EV 走行で50キロ走れるという感じでしょうかね。茨城県の取手市内をね走っております。新利根大橋をね渡り切ってから今取手市内に入って、水戸街道下り線ですね、こちらの方を今北上しております。実際であればね、EV モードというボタンがあるんですけども、そのボタンを押せばですね、例えば充電が満充電、おそらくね、結構充電容量が多い時にはですね、時速、まあ、50キロ保ってれば、そのままずっと EV モード
巡航で走れると思うんですけども、今ね、バッテリー容量が3ですので10のうち3になってますからね、 EV ボタンを押してもハイブリッド充電不足のために EV モードに現在切り替えができませんと、 EV モードボタンが効かない状況になってますね。はい、それではですね、そうですね、約これ15、6キロ、20キロ近く走りましたので、一旦ね、下道でのですね、EV 走行ですね、だいたい最高何キロ、時速何キロぐらいで EV 走行が切れるのかっていうですね、まあちょっと今検証しましたけれども、まあ通常巡航速度、それであんまり渋滞してないという感じであればですね、まあ50キロ、時速50キロでも EV は落ちないよと。で、道路状況が良くなればですね、60キロ超えがあっても EV 走行のまま走れるっていうのがね、分かりました。それではね、次はですね、高速道路に移りまして、高速道路ではね、EV 走行どんな感じになるのかなということですよね。まあこちらもですね、まあ制限速度守りながらですね、アクセリング駆使しながら、まあ、できる限りね EV 走行できるような形で運転していきたいと思います。一旦ですね、下道検証はここで終わりたいと思います。それでは次の高速道路編行きましょう。はい、それではね、これから高速道路でのですね、この EV モード走行、時速何キロまで EV 走行を保てるかということでですね、これから高速道路の検証を進めていきたいと思います。はい、今ですね、私がいるのは常磐自動車道、東矢田部パーキングエリアですね。で、この常磐自動車道を今度はね、南下しまして、まあ、その模様をですね、これからまたこのような感じで、まあ、こんなにね、うまくは見えないんですけれども、まあ、この検証を進めていきたいと思います。はい。それではね、安全運転でですね、行きたいと思いますけれども、まあ、今回はですね、レーダークルーズコントロールはオフにしまして、すべてマニュアル走行ということでですね、マニュアル走行で、アクセリングしながら EV モードに切り替えることが可能であれば切り替えて、それでまあ時速何キロぐらいまで EV 走行できるかという検証に入りたいと思います。それではご覧ください。はい、それではですね、これから、高速道路でのですね、EV 走行、まあ時速どれぐらいまで EV 走行を保てるかという検証を行いたいと思います。はい、ちょっとね、こちらの画面先ほども申しましたけど、ちょっと見づらいですけどもね、まあできる限り見やすいようにズームして皆さんにはご覧いただきたいと思います。それでは出発進行でございます。今日はね、非常に天気が不順でですね、雨が降ったり止んだりという感じですね。はい、それでは高速に合流します。はい、もちろんね、制限速度を守りながら走っていきたいと思います。3車線のうちのですね、一番左側を通っていきたいと思います。今時速ね80キロになりました。はい、ここからですね、今 EV 走行で走っております。今時速77キロですが、今 EV 走行をずっと保ってますね。はい、で80キロまでは上げていきたいと思います。はい、今ね78キロ時点になったところで EV 走行切れましたね。まあ、ただね、ずっと今ランプから出てきてですね、 EV 走行が77キロのところまでずっとキープしてたので、まあこれはですね、まあ、77キロ、70キロ超えても EV 走行可能だということになるわけですね。
ただね、巡航速度で行く場合はどうかなっていうところがちょっとねありますけれども、まあちょっとここら辺からはね、アクセルワークでどれだけ EV 走行に変更して、高速道路でどれぐらいの時速まで EV 走行が保てるかっていうのを見ていきたいと思います。今巡航速度80、81キロあたりですね。はい。で今ねちょっとアクセリングで一回アクセルをちょっと緩めにしたんですけども、今ね EV 走行には切り替わらない状況ですね。基本はですね、高速道路での EV 走行っていうのはね、PHEV はまあ EV モードを入れればね、バッテリー容量が多いのでずっとね、まあ、80キロとか90キロぐらいの距離は EV で走るんでしょうけどもね、ハイブリッドの場合はですね、なかなかそういうわけにもいきませんので、PHEV に比べますとね、バッテリー容量も少ないですからね。はい、今時速ちょっと上がりましたけど、一回アクセルを下ろして、はい、もう一回、アクセル切り替えましたが EV 走行にはならないですね。あ、今なりましたね。今ね EV 走行85キロでですね、巡航に入った途端にね、今84キロで EV 走行、巡航走行してます。なるほどね、結構な速度でもこの EV 走行保ちますね。今時速が81キロ82キロあたりですね。その速度で巡航してますけれども、 EV 速度走行がねなかなか切れることはありませんね。これはいい結果ですよね。高速走行で EV 走行がねずっとこの時速で保たれば、これは非常に燃費にもいいわけですからね。はい、ちょっとね、制限速度下がっちゃったんで少しアクセル踏み込みましたらば、EV 走行切れました。今80キロの速度で高速道路南下しております。はい、一旦ね今あのアクセルを緩めまして、EV 切り替えを試みましたところね、 EV に変わりました。まあ、ちょっとねこちらの方はまあ不安定ですね。 EV になったり EV 切れたりという感じではありますけれども、ただ先ほどはね80キロで自然と EV に変わりましたね。アクセルを緩めましたら、今ねなだらかな、これ坂もなく上り坂下り坂もなくなだらかなですね、道を巡航しとるという感じでございます。はい、それではねもう一度ちょっと今83キロのになった時点で、もう一度ちょっとアクセルを緩めてですね、 EV 走行切り替わるか試してみたいと思います。はい、 EV 走行切り替わりましたね。はい、でちょうどね、時速80キロぐらいのところで EV 走行に変わりました。うん、やっぱりねこの結構ね時速ね80キロまでは EV 走行で走れますね。まあシエンタと違いましてかなりねそこのところは大きな違いですね。 EV 走行がこう75キロ以上の時速になっても変わらないっていうのはねこれ非常にありがたいですね。ただしね EV 走行が安定して続くというわけではないんですけれども、まあ今の感じではですね、時速80キロでも EV 走行で走れるということが確認されたわけですね。はい、それではね検証ですね、下道高速道路でのですね EV 走行ではどれぐらい時速が出せるのかという検証でございました。まあ、結果的に言いますとですね、下道ではですね、まあ、制限速度も当然守りつつですね、まあ、大体50キロまでは普通にですね、EV モード走行ができるということですよね。まあ、それ以上スピードがね、まあ、あんまり出せないもんですから、おそらくまあ、60キロでも行けたかもしれませんね。行っちゃったかもしれない。それとつまり高速道路に関しましてもですね、EV 走行は可能だったということですよね。なんとね、瞬間値、最高値ですね、85キロをちょっと超えてもですね、EV 走行を保ったまま走ってました。ただね、巡航で75キロから80キロの間で走っていればですね、EV 走行がね、しばらくこれキープできたので、まあこれはね、あまり予想だにしないことでしたよね。ですからね、まあやっぱりこのシエンタとまあ比較してしまうんですけれども、
EV 走行できるですね、時速というのはですね、結構シエンタとこのラブ4では、かなり開きが、まあ、20キロ以上の開きがあるのかなっていう感じがしました。はい。まあ、今日はですね、EV 走行で時速何キロまで走れるかということでですね、動画を作って、らせていただきました。ちょっとでもですね、皆様これ参考になりましたらですね、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。今後もですね、いろいろラブフォー君を使いまして、いろんな検証をね、しながら、また、長い旅に出る予定もありますのでね、その動画も、皆さんにご覧いただく予定でありますので、ぜひとも今後も楽しみにしていただきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でお会いいたしましょう。バイビー。